WM フォーメーション WM フォーメーションはサッカーのフォーメーションの一つである。1925年にオフサイドは守備側の後方から3人目ではなく2人目という現在のルールに変更された。これはツーバックシステムの成熟に伴い守備側有利となり得点が減ったからである。ルール変更によりサッカーは一気に攻撃側有利となり得点が増えた。 それに対応する守備として生み出されたのが WM フォーメーションである。1930年代にイングランドのクラブチームのアーセナルでハーバート・チャップマンによって生み出された。それはセンターハーフをフルバックに下げてスリーバックにするものであった。現代式に言えば3から2から2から3のフォーメーションでフィールドプレイヤーが WM の形に並ぶことから WM フォーメーションと呼ばれている。 最大の特徴は敵と向かい合った時に W と M が重なり合い完全なマンツーマンマークとなることと W が攻撃を M が守備を担うという完全分量性であった各ポジションの故障はフルバックの場合左からレフトサイドバックセンターバックライトサイドバックであるただしセンターバックはその誕生の背景上そのまま センターハーフの名が使われることもあった。二人に減ったハーフバックは左からレフトハーフ、ライトハーフでウィングハーフの名が使われることもある。W についてはツーバックシステム時代と同じである。WM フォーメーションは副産物として中盤を生み出した。当時は中盤の重要性は特に気にされていなかったが、ハーフバックとインナーが作る中盤は後の中盤を 重要視する傾向の原点となったと言えるかもしれない。しかし、当時のハーフバックとインナーの関係は、W と M のつなぎ役でしかない。このフォーメーションは一時期完成されたフォーメーションと、みなされ、流星を極めたが1958年 W 杯で、ブラジル代表が4-2の4フォーメーションを用いてからは、4から2から4や4から3から3にその座を奪われた。また、 1950年代にはハンガリーが WM フォーメーションの変形型、ハンガリーの M 型を生み出して世界最強を極めた。これは単にハンガリーの選手が優秀であったことのほかに WM フォーメーションに20年以上慣れ親しんだ敵がハンガリーの M 型に混乱したことも要因と言える。オフサイドのルール改正に伴いツーバックシステムからの移行期に登場したフォーメーションは WM フォーメーションの他に主にスイスで用いられたボルトシステムがあるが、こちらは主流になることはなかった。ありがとうございます。